こんにちは、真瀬樹里です。今日はですね、私のオリジナルコンテンツをやるためにこのチャンネルを開設したんですけれども、なんでこういうチャンネルを開設したかとか、なんでこういうことを始めたとかっていうのをお話しできればなと思ってます。そもYouTube をやろうとか思ってたわけじゃないんですけど、コロナで自粛期間になりましたよね。で、4月はまだね、自分の趣味に走ったりして楽しくしてたんですけど、5月ぐらいになってちょっとやっぱり悶々としてきまして、で、仕事が延期になったりとかいろいろしている中で、なんかできることやりたい、できることやりたいってずっと思うようになってたんですよね。で、ずいぶん前からこういうものを映像で作ってみたいなって思ってたことがありまして、知り合いに何人かにこういうのを作ってみたいんだよねっていう話をしたんですよね。そうしたら、もうぜひやんなよやんなよって結構みんな応援してくれて、で、1人2人と集まってくれまして、まだ本当にその去年の12月にアップした1つしか動画上げてないんですけど、その1つグレンゲの歌と盾をミックスさせたアクションムービーを作るに至ったんですけれども、たった 4,5 分の動画なんですけど、あれ作るのすっごい時間かかるんですよ。結構もう本当何ヶ月もかかっちゃうので、何ヶ月に1回とかだとやっぱちょっと寂しいし、そのね、なんかこう大きなのの合間に何かできればなとは思ってるんですけれども、まあ、それの一環としてこういうトークだったり、メイキングとかいろんな方と対談みたいなのをしてみたり、ちょっといろいろできることができたらいいなと思ってます。私は日本大学芸術学部盾同士会っていう時代劇の盾を専門に練習する部活があるんですけど、そこを4年間やって、その舞台でね、よくね、10分15分とかの作品をノーゼリフで仕草、行動、アクション、盾のみで表現するみたいな、よくやってたんですね。クラシックバレエなんかも割とこう動きだけで物語を表現したりっていう芸術だと思うんですけど、なんかこう一つのアートみたいな感じで、まあ、とりあえずまず作ってみるのは、セリフがなくてアクションだけで見せられるものを作れば、国関係なく言葉関係なく見せることもできるし、ちょっとそのアーティスティックな感じで一個作ってみたいなと思いまして、映像で作ったらどんな風になるんだろうみたいな感じで考えてたのを、構成を組み立ててやったっていう感じですね。2作目の作品がもうすぐ公開になります。ぜひぜひ楽しみにしてください。ぜひ見に来てください。よー、はい。